はい、じゃあよろしくお願いします。え今回は小学校3年生の算数、1万を超える数、丸1ということで、丸1があるんで、丸2もあるんですが、まずスタートやっていきましょう。で、今回ポイントを含めて問題7問ありますので、ぜひね、できそうな子は動画止めてチャレンジしてみてください。で、見た感じちょっとね、わかんなそうだな、不安だなと思う方は、今から全部説明していくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、ポイントから始めていきましょう。 で、まず、まあ、今回はタイトルにあるように、1万を超える大きい数字についてやっていきます。ちなみに、次回の丸二に関しては、もっと大きな数字やっていくんですけど、まずここから固めていきましょう。で、1000をほにゃららこう集めると1万になるよって、お金にするとイメージしやすいと思うので、1000円を、ま、1000冊ね、1000円冊を何枚集めると1万円と同じになるかな。これまず覚えましょう。これは10個です。 つまり、1000円を10枚集めると1万円になります。価値としてはね。これ、まず覚えてください。で、それが分かった上で、今からね、こういうのをやっていくんですが、ちょっとね、この問題になる、入る前に、少しあれで説明させてください。今、四角を書きました。ちょっと数字書きますね。あ。いいや。<laughs> こう。12345と書きました。これ、 12345だと思ってください。12345です。で、これ、それぞれに位の名前があります。ホニャララの位、ホニャララの位って。みんなはね、右4つは知ってるはずもう。知ってる。例えば、一番下、5って部分。これは、1の位ってやつですね。1の位。入ってるかな大丈夫だね。 で、次は45の40はこれ10の位。ちょっとこれ位は書きません。ここからこれでいきます。で、次が100の位、1000の位。1の位、10の位、100の位、1000の位とやりました。で、隣。今回初登場となるのが、よく万の位って書いちゃう子がいるんですけど、ここを気をつけて。1万の位と言います。1万。確かに万から、万がつくんだけどね。 1>, 1万2345だから万が始まるとこなんだけど、位の名前は1万の位です。ちなみに、ちなみになんですけど、例えばここにもう一個数字つけちゃいます。こうやって。そうすると、71万2345と言います。めちゃめちゃお金にしたら大金だね。なんかいろいろ返そう。で、ここの位は1万の隣なので、10万となります。 ちなみに数字ってね、また次回の動画でも話すんだけど、右から4つセットで考えるといいの。4つ。つまりここね、4つセットで考えていきます。どういうことかっていうと、1、10、100、1000って来てるじゃん。それがね、ずっと続くんだ。ただ次は万がつくから、1、万、10万、書いてないけど、100万、1000万ってなるの。1、10、100、1000。1、10、100、1000がずっと続いていくんだ。ちなみに万の次は億です。 1>, 1億、10億、100億、1000億。4つセットで考えていくと分かりやすいね。まあ、今回は1万枚しか使わないんだけど覚えておいてください。では問題行きましょう。今、関数字。漢字の数字ね。数字が書いてあります。ちょっと頑張って読みましょう。いくよ。3万8527です。これを数字で書くだけです。ね。やるときは簡単なの。だから意外とミスが出やすい。これね、結構ミスするんだ。大人でも。俺もよくミスする。気をつけてね。 まず、3万、万があるからね。3万、万のとこ、1万のところが3です。と。次、8000だから、8500だから、520だから、27。3万8527。これで終了。いやいやいや、漢字で書いてあるのね、順番でやればいいだけじゃなくじゃんって思うんだけど、全部が全部そうならないんだよね。いくよ、次。9万。 九万千。千って一ね。一千とは書かないから千は一個ってこと。で、四十五。勢いでね。お、四十、オッケー、五。よっしゃーできたーってやると罰を食らいます。さあ、わかるでしょうかこれ何がミスってるか。そう。百がないんです。ここに、本当だったら、百何百って順番じゃん。万千百十五だから。万千百十、一のぐらいだからね。 だけど、100がいません。ってことはいないんだから、その部分0書かなきゃね。もちろん漢字では書いてないですが、0100です。0100。100がないっていう意味。つまり、100はないよっていう0が必要。で、45ってすると、91045と。 なりますので、漢字で書いてあるときは、何があって、何がないのか。そのためには、頭の中にこれがないといけない。自分の中で1万の位、1000の位、らい0 11っていう順番がちゃんとできてないと、どこが抜けてるかわからなくなっちゃうんだよね。そこだけ気をつけていきましょう。では、次いきます。えっ、ー、と、1万を8個、100を1個合わせた数なので、1万、ここが8個、100、ここが1個です。だから、 八万、ただ千はないもんね。千はありません。百は一個あります。十と一の位は何も書いてないからありません。つまり、十もない。一の位もない。八万、百。これで終了。これやりやすい。ただ、次、鬼にしました。これね、これね、普通に多分みんなの教科書とかにも載ってます。この問題は。ミスが多い。これは本当にミスが出てくる。 で、これをやるために、ちょっと違う問題を少しだけお付き合いください。ちょっと膨らませるよ。えっ、ー、と、レベルで順番を開けます。みんな行くよはい、線を、10個で、いくつだ ?3、2、1、はい !1、一万だよね。これできなかったら泣いちゃうよ。なんでかっていうと、ポイントに書いてあるからね。さあ1を10個で1万になります。じゃあ次です。じゃあみんな、線を、 20個にしたらいくつだと思う ?20 個です。3、2、1、どうぞはい、これは2万になります。なだから、10個で1万なんだから、20個になれば、2万円まで増える。いっぱいだね、大金です。じゃあ、いじゃあ、1000を3個。これはいけそうだよね。1000を3個は、これは3000です。 ってことは、1000を23個集めると、1000を20個で2万、1000を3個で3000。じゃあ合わせた23個なら、2万3000になりますよね。頭の中で最初はこうやって分けるといいです。23個だから、20個と3個に分けてみようって。何十個ってのは結構やりやすいんだよね。 だから1000を50個って言われても5万って慣れてくればできるようになるから。だから分けてしまって足すといい。2万3000って。ただ、もっと楽する方法もあります。これは。楽する方法もある。これは1万を23個とか、例えば、大丈夫かな。10万を107個とか。そういった問題でも使えるんですけど、今、1000って0を3つですよね。1000は0を3つ。だから、23に0を3つくっつければいいのよ。 これでできる。他の問題もそうです。まあ、ぜひね、覚えておいてください。まあ、ちょっとずるい感じもするけどね。では、最後、これの逆をやります。数字が書いてあるので、関数字、これね、関数字で書いていこうと。で、これはもう落ち着いて一個ずつ書いていきます。まず、5万だよね。5万だから、5万。7千だから7、7 <laughs> 千え一1。あ、いう、1じゃない、ごめん。100だから、 これ、100って書いちゃダメだからね。100は100だけでいきます。で、次、40だから、40で3だから最後3です。5万7143。これ俺自分で書きながらさ、間違ってないから不安になるもんね。こういう感じ。1個ずつ、1個ずつ丁寧に書いていく。急ぐと間違うからね。で、最後です。9万360です。 千の位と一の位がありません。そこ気をつけましょう。まず九万です。九万。千はないので飛ばして三百だから三百六十だから六十。で、最後一の位はないのでこれで終了。九万三百六十って一個ずつミスなく書いていけば。 答えはね、ちゃんとたどり着けますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。それでは、今回はね、1万を超える数のスタートやらせてもらいました。ぜひね、ここの位のね、これはね、しっかり頭に入れよう。ちなみに、次回の動画は、ここが伸びます。もっとこっち来るから。いいでも、さっきの、1、10、100 0っていう4つセットが続いていく。まあ、今度、万のゾーンが始まるからね、1万、10万、100万、1000万って続いていくんですが、この位の ね。名前はしっかり押さえておきましょう。それでは今回の授業は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねバイバイお疲れ様でした